サムライケンズチャンネル。こんにちは、サムライケンです。さて今回は、iPhone7 の、目玉機能である Apple Pay、 そして Suica、 これを試してみました。まず Apple Pay の方ですが、これは、ウォレットというところからですね、持っているクレジットカードなどを登録することができます。まだ Apple Pay で使えるクレジットカードは少ないんですが、登録できる会社はこれですね。で、私は、JCB の機能がついている、7カード、これを登録しました。これによって、クイックペイ、まあ、これはコンビニとかで使えますね。そして後で説明しますが、スイカのチャージができるようになりました。登録の方法はとても簡単です。まず iPhone の中にあるウォレットというアプリを立ち上げます。これですね。新しく登録する場合はこのプラスを押してですね、これが出たら次へ押します。はい、ということでここでクレジットプリペイドカード、こちらをタップして、この今映ってますけども、この四角い中にですね、皆さんが持ってる、クレジットカードを置いて、カメラで映せば、その後は必要な、項目を記入して登録できます。次にスイカを登録する方法を簡単に述べますが、その前に早速使ってみましたんで、その動画をどうぞ。はい、試します。という感じですね。最初はね、使えなかったらどうしようとドキドキでしたが、簡単に使えました。ただし一つだけ注意点がありまして、こちらのアンテナのある上の方にスイカのカードを読み取る機能がついてますので、改札口ではこちらを当てるようにしましょう。当てるというか、いちいちペタッとかつけないでですね、ちょっとかざすだけで大丈夫です。で、私逆向きでもやってみましたが、やはり、反応しませんでした。ただこうすればね、通るときにこうやれば通れば大丈夫です。こうすればね、こうやって人を聞かない、あれならない、おこうかってこうやればね、大丈夫です。改札口のあの機械にくっつける必要はありませんので、大事な iPhone を傷つける心配もありません。登録するには2つの方法があります。1つは、スイカカードをもう持ってる方ですね。その方はウォレットを開いて、スイカ、そしてカードの番号、下4桁を打ち込み、そして生年月日、記名式のカードを持っている方もこの生年月日は必要です。あとは必要事項を記入したら、実際に持っているスイカカードを置いて、 iPhone のこの上の部分をそのスイカカードにつければ、スイカカードを読み込んでくれます。次にスイカカードを持ってない方の、登録の仕方ですね。それはですね、まずアップストアに行きます。こうですね。そうすると1ページ目に Apple Pay で過ごす1日、ペンギンのイラストが書いてあるスイカがありますね、ちょうどね、これを使えばいいですね。これを、タップします。そうするとここにスイカのアプリが出てきますから、これをダウンロードします。で、私の場合はもうダウンロードしてありますので、どこだ、あ、これですね。この右側のがスイカのアプリです。で、これを、開いて、で、これ私はもう登録しちゃってますんでね、知りませんが、これを開いて、そして必要事項を記入していくと、最終的に、新しいスイカカードが作れます。このアプリを使ってスイカカードを作ると、通常かかる500円という預かり金はかかりません。つまり無料でスイカカードが作れるということですので、非常におすすめです。
このスイカカードへのチャージの仕方は通常のスイカのカードと同じようにチャージするか、あるいはクレジットカードと紐づいていればそのクレジットカードを使ってチャージできます。ぜひ皆さんも iPhone Life を楽しんでください。では今日はこの辺で、さよならでござる。